はい、次サクサクやっていきましょうね。7周年記念で1日プレイし放題なんでね。続いて今度はレイですね。順番通りやっていきますんでね。まあ、横ライン上にスムを消していくということで、さっきアナキンスカイウォーカーやりました。スターウォーズ種類ばっかりあるな。7つ中4つはスターウォーズすげえな。はい、ということでね。まあ、さっきっていうかまあ、さっきって言っちゃったね。別の動画でね、アナキンスカイウォーカーやってて、どのね、作品が好きなんていうのを言ったんですけどね。皆さんどうですかね。ここはもう完全にね、時代の時間。最後のね、なんだっけな、飛行機で戦うシーンもかっこいいですし、だって初めて見たんですけど、なるほど、食べてくれた。CPU と変わらないって感じですね。まあ、それはいいとして、さっきよりも船の並びがめちゃくちゃいいんですね。で、まあ、それはいいとしてですね、まあ、やっぱり飛行機で戦うシーンとか、デススターの中に入っていくシーンすごいかっこよかったですね。何よりも、終わった後の流れる曲がめちゃくちゃいい。ね、ウォークたちと一緒に踊ったりしてる曲に流れるね、エコルーパーの仮面とか、サイドバーのほぼほぼ流れてる。あれ、さりげなく、どこだったっけな、何の歌詞か忘れちゃったんですけど、トルーパー、もてあそばれて、あーっていう声を言ってる時ありますよね。ね、どのシーンかっていうのはまたですね、映画の作品を見て、皆さんに確認していただきたいと思います。さっきアナキンスカイウォーカーやったからね、24回、ツムをボーンと出さないと、ワンスキル使えないから、すげえ、なんかサクサクスキル使えてる気がする。やっぱ、通常って何個でしたっけ ?15 個。通常って15個。これ7何だったっけな、とりあえず覚えてるのが3980のレゴで作れたっていうのだけ覚えてますね。レゴとかめちゃくちゃ買いましたからね、サウンドに作って。今、X ウィング1万いくらとかするじゃないですか。僕当時ね、6,800円、7,800円とか買えたんですよね。やっぱなんか時代とともにレゴがね、なんか年々高くなってくる気がするんですよ。まあ、あれだけのクオリティのものが高くなるかなって思ったりするんですけどね。ということで、まあ、レイのツムはこんな感じで横並びで、くる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 はしてないね。横にさーっとね、飛行機乗って飛び立っていくというツムでした、ということです。はい。ということで、ね、2本目の動画もご覧いただいてありがとうございました。またお会いしましょう。